今月22日に投票が行われた所沢市長選挙で初当選した小野塚正俊市長が今日初登庁し、市長会見で育児休業中に兄弟が保育園を強制的に退園となる仕組みを今日をもって廃止すると宣言しました。小野塚市長は午前8時半過ぎに市役所に到着し、市の職員に拍手で迎えられ花束を受け取りました。 今日からあの市長の任意をいたた。だくことになりました市民の皆様方とのお約束をしっかりと進めていくこと、あのこれを着実にやっていきたいと思います。この後行われた初めての市長会見で小野塚市長は育児休業中に兄弟が保育園を強制的に退園となる施策について今日をもって廃止すると宣言しました。 この強制的な育休退園については本日今日この瞬間をもって廃止いたします子育てしやすい町所沢ということに転換をしていくあの所沢市は0歳から2歳の保育園に通う子どものいる母親が出産した場合原則として上の子は保育園を退園し 育児休業中は家庭で育ててもらう施策を2015年から実施しています小野塚市長は育休退園の廃止をはじめ保育園の増設や待機児童の解消などの子育て支援策を公約に掲げていて今回の宣言でスピード感ある姿勢をアピールしたい考えですまた中核市を目指すことを表明したほか 市長給与の3割カットは12月の議会に18歳までの医療費と小中学校の給食費の無償化は来年3月の議会にそれぞれ提案すると発表しました。